こんにちは。今日は、久しぶりですけれども、購入品紹介というか、糸は一つだけなんですけれども、今ですね、私ちょっとミシンが好きで、ミシンもしてるんですけれども、もともと好きで、それで布、生地ですね。生地も可愛い生地とかを買ったので、あと自分用のコレクションとして、後でお話ししますけれども、作品というか、自分用にね、作って、まあ、後でゆっくりお話したいと思うんですけれども、作ったりしたものをね、ちょっと見てもらおうかなと思ってます。まず、作ったものといえば、ルネさんの記事で、最初ちょっとご紹介したいんですけれども、前にですね、何年か前に、このルネさんの後で、ルネさんの記事いただいた素敵瓶というか、なんていうの、プレゼントでいただいた、記事もね、ご紹介したいんですけれども、それで作ったものなんですけれども、記事をコレクションとして取っておこうと思ってたんですけど、いや、待てよと思って、せっかくなので、まあ、少しというかね、記事は取っておきますけれども、やっぱり何かの形にして取っておきたいなと最近思いまして。それで、少しずつ作ってるんですけれども、これ、コレクション用にですね。自分が作ってコレクションにするんかいって感じですけれども。まあ、とりあえずそんな感じで。あと、もう一つ、インスタとかでですね、柄合わせとか、色合わせはどうされてますかって、なんか、聞いてくれる方が何人かいてです、いらしてですね。もう全然、私のそういうの、なんていうのかな、参考にはならないと思うんですけど、まあ、こんな感じで、セリアさんとか100均のハンドメイドの材料をこういう感じで使ってますとかいうのを少しだけね、ちょっとだけお話したいなと思ってます。なのでちょっとだけ今ね、作ったものをご紹介しようかなと思います。これはルネさんの記事ですね。これルネさんの記事、ここだけ使ってるんですけど、後でまたご説明しますけれども、こういうのは100均、多分ダイソーさんのだと思うんですけど、レースとか、あとセリアさんのこのハンドメイドのこのテープ、レーステープとか、こういうのをなんかコラージュっぽくしてパッチワークではなくて、こう貼って縫ってみたいな、なんかコラージュっぽくして作るのが好きなんですよ。この言い方が果たして合ってるかどうかわかんないんですけれども、そういう感じで作るのが好きなので、裏も、まあ、違うルネさんの、後で生地を見てください。すごい可愛いので、こういう感じで、まあ、使わないですけれども、これお弁当箱入れなんですけど、使わないです。じゃあ作るなって感じですけど、使わないですけれども、もう自分で、もう見て楽しむみたいな、そういう感じでね、ちょっと作りました。こういうとこぐしゃぐしゃってなってるけど、ここほつれ止めというか、ボンドかなんかすればいいのかな。ここね、綺麗にしたいと思うんですけれども、まだしてないです。どんどんほつれていっちゃってるんですけど、リボンとかならライターでね、じゃじゃってするんですけど、これはボンドかなんかをつけたらいいのかなとは思うんですけど、まあ後でね、ちょっと調べてつけたいと思います。こういう感じで、可愛いでしょ?ここの持ち手のところを。でも、ちょっと大人っぽくしているので、持とうと思えば持てるんじゃないかな、みたいな。職場に。どうですか?痛いですか?でも、まあね。形として残そうと思ってしています。あとはもうこういうの。これは巾着ですね。これも、ここら辺、こう、レースとかを貼ってですね。これは ギンガムチェックの上に、また、後でまた、ちょっとだけ説明させてくださいね。レースの、この、セール品かなんかで買ったのを2枚重ねにして、貼ってというか、一緒に塗って、まあ、あと100均のテープとか、このレースとかを縫い合わせて巾着にしたものです。ここも少しこの水玉のこの可愛いレースが残ってたので上の方を縫って、この横も少し残ってたので縫い合わせてですね。こういう感じで、ルネさん、両方裏表ルネさんなんですけれども、こういう感じでね、巾着にしてみました。すっごい可愛いんですよね、このルネさん。どうでしょうか。ちょっとフリフリ系ですけれども、フリフリが好きっていう、じゃないんですけど、自分が持つものがフリフリしてるかって言ったら全然昔からそんなことはないんですけれども、作るのはどうしてもこういうのが好きになりますね。好きですね。
なんでやろう 知るかよって感じですけどね。なんか作るものはカラフルなものとか、こんなフリフリしたものをね、作りたくなるんですけれども、なんででしょうか、女の子もいないのに。だからメイコちゃんに、レトロアニマルとか、ああいうので作ったものはね、こういう、まだメイコちゃんちっちゃいから、こういうのはね、あんまりこう、どうなんでしょうね。レトロアニマル柄とかで作ったのはね、プレゼントするんですけれども、どうかな？わかんないですね。あとはちょっと大きめの、この巾着バッグも作ってみました。これは、一つずつね、後で生地をお見せしますけれども、このルネさんのね、この絵柄というか、これを、こう、何センチというか、めんどくさかったんですけど、こういうのするの好きなんですよ。で、あとは、この黒っぽいデニムの端切れとか、ギンガムチェックの端切れとかを切って、また上からこういうレースをこう、貼り付けて、こう、ね、してるって感じで、ここら辺もね、セリアさんのこう、貼り付けてるんですけれども、まあ、こういう感じで、裏表。ちょっとこれ時間かかりましたね、大きいし。あとは、持ち手の部分も、水玉柄の、持ち手にこのセリアさんの黒のね、レースをこう貼り付けてます。あとこの巾着部分なんですけれども、ここですね、これも本当はこう黒に白地の水玉、黒地に白の水玉、ドット柄だけだったらちょっと黒っぽくなるかなと思って、家の中探したらまたこの多分セールで買ってた、もうだいぶ前に買ってたと思うんですよ、忘れてるぐらいですから、このレースというかね、これがあったので、縫い付けました。そしてこの巾着部分の上の方をこんな感じで、ね、したらちょっとこう白っぽいところがこう見えて可愛いんじゃないかなと思って、ちょっとこう外でアップしようかなと思うんですけど、ここじゃね結構大きいのでちょっと見えにくいですけれども、すごい可愛いんですよ。これね、ちょっとあんまりこのフリフリつけなかったら全然持っていけるかなと思うんですけれども、多分持っていくと思うんですけどね。こういうのだったらね、黒っぽいから、まあ、レースがついててもなんだよって感じでしょう。だから、持ち歩きはできると思うんですけれども、とりあえずね、自分のコレクション用にというか、自分で作ったものコレクションって思うかもね、知れないんですけれども、ちょっと形にして取っておきたかったので、今回は作ってみました。このね、ルネさんのこの生地ですね。すごいこの3点セットが可愛くて、まだまだ増産しようと思うんですけれども、どうでしょうか。かわいいでしょ？すごいかわいいと思うんですけど、こんな感じで。あとはですね、これ今ね、家で、ちょっと買った生地を入れてるんですけれども、これもね、ルネさん、あ、ごめんなさい、揺れますね。ルネさんの生地です。ここら辺はですね。あとこれ、インドリボン？インド、なんとかリボン。セリアさんの、そういうのをこう貼り付けて、これも、ここら辺のお花もなんかイベントで買った、よく見えないと思うんですけれども、お花のこのテープを貼り付けました。そしてこれもね、後でご紹介しますけれども、このレトロ柄の、これはいちごあれですけど、このレトロ柄のお花、アデリアレトロ、グラスとかをね、販売されてる、レトロな商品を販売されてるところコラボしてかな、コラボっていうか、そこから出されてるんでしょうね。アデリアレトロって書いてるので、ちょっとはっきりわかんないですけど、ここにも名前が書いてるので、多分そうだと思うんですけれども。で、こういうのはね、こういう生地は、メルカリで買ったものとかを使ってます。あと中のね、こんなちょっとこういう感じの生地も使ってます。もうこういうのは、ごめんなさい、ちょっとテーブルの上に三脚っていうか置いてるので、ブラブラね、ブラブラっていうか揺れますけれども、申し訳ないです。ね、こういうのをもう入れて使ってます。もう家で使う分はね、全然いいかなと思って。レトロで可愛くないですか？レトロっぽいでしょ？ここも、ちょっと縫い付けてます。こういう感じで。どうでしょうか？色合いとかどうかな？はい、こんな感じです。はい、それではね、今からちょっとだけ購入品の紹介をしたいと思います。はい。まず糸なんですけれども、糸は本当に一つだけ。ハンズマンという、何ですかね、ホームセンターのようなところなんですけれども、そこで、前もね、スネイルという糸は何年か前も買ってたんですけれども、今回
ある方のね、編み物 YouTuber さんの動画で、2つスネイルを買われた動画が出てて、あ、やっぱり可愛いなと思って、ハンズマンに行って、この色だけを買ってきました。この色合いがすごく好きなので、この水色と、このピンク、濃ゆいピンク。こういうね、ちょっとこう、ファンシーなというか、よくわからんけど。もう私の頭の中だけでお話してるので、皆さんに伝わるかどうかはちょっとわかんないです。ごめんなさい、本当に。もう聞き流してくださいね。なので、こういう色合いが好きなので、これを買ってきました。これはスネイルのミラクルレインボーという色になります。税抜きだったかな？これ、あ、税込みだ。税込み価格で680円でした。で、波太。アクリル 100% でミラクルレインボー。200g の 340m。棒針が 4mm から 4.5mm。かぎ針が 3mm から 3.5mm ということになっています。ジャンコードはこちらになってますけれども、これは手芸屋さんとかで見たことはないですけれども、私はこっちではそのハンズマンっていうそのお店でしか見たことないんですけど、どこでも売ってるのかなとは思うんですけどね。なんかもう何種類もあるんですよ、色が。カラーがですね。で、いろんな色があったんですけど、ピンク系とかこの水色系だけとか、あとは赤とブラウンとか、いろいろパープルとかもあったんですけれども、とりあえず今ちょっと縫い物をしてるので、モチーフの方もね、後で少しこのくらいできましたっていうのをね、お見せしたいんですけれども、編み物より今ちょっと縫い物を、の方が多いかなって感じなので、とりあえず一玉だけ買ってきました。またね、何か編みたいときは、全然その在庫とかもたくさんあったので、今すぐどうのっていう売り切れるとかはないと思うんですけれども、わかんないですよ。わかんないですけれども、まあまたね、欲しいときは買いに行こうかなっていうぐらいのあれで買ってきました。もう糸はこれだけです。なのでね、今日編み物が、好きな方はね、もうあと生地とかになりますので、面白くないかもしれないですけど、見てもらえたら嬉しいけど、どっちみたいな感じですけど。でもね、本当にバババッと飛ばして見てください。面白くなかったらね、切っちゃってくださいね。本当に糸はこれ、一玉だけです。このスネイルという糸を買ってきました。あとは生地になります。はい、生地はですね、メルカリと手芸屋さんとセリアさんで買ってきました。今日ちょっと撮ってるところが違うので、いつもよりこう、下じゃないので、暗い感じがするかと思いますけれども、申し訳ありません。ちょっとね、影がこう映るんですけれども。まず、メルカリで買ったのがこちらです。こちらが、レトロ系というか、私が見て、あ、レトロっぽいでいいなと思って買いました。これは、このバッグにも使ってます。こういうね、ここの下の方とかに使ってます。このね、二つ同じ型から買いました。この生地と、この生地。この生地もこのバッグで使ってるんですけれども、ここですね。こういうところ。この生地はここで使ってます。あと中、内布に使ってます。なんかこうレトロっぽいで可愛いじゃないですか。なので、これを買いました。これとこれね。そしてまたメルカリで買ったものは、これがまた可愛くて、これはめいっこちゃんに作ろうかなと思うんですけれども、すごい可愛い。めちゃくちゃ可愛いんですよ、ほら。もうレトロ系のお花と、あと、女の子。ちょっと見てください。これなんかほんの気持ちですって言って、あれをくれました。おまけを。こんなにたくさん。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ほんの気持ちじゃないですよ、ほら。かわいい。赤とピンク。いやー、めちゃくちゃかわいいんですけど、見てください、ほら。もう、レトロ好きにはたまらないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私が、ね、レトロが好きなのであれですけれども、他の方はね、どうかわかんないですけど、こういうのを買いました。で、おまけにね、こんなかわいいのをつけていただきました。ありがとうございます。そして、購入したのが、こちらですね。レトロなお花と、このレトロなお花の生地。
かわいいでしょう。これこのチェックの部分がブルーとか薄い多分ピンクとか赤とかあって、赤が欲しかったんですけれども売り切れてたのでこの黄色を買いました。でもこれもすごい可愛いのでどんどんね使っていきたいと思います。それにこれですね、これの白、女の子のね、このなんていうのかな、なんか本みたいになってる絵なんですけれども、なんかね名前を書いてたんですよ。いちごレディ百科、いちごレディ百科ってここに書いてるんですけれども、私も初めてねこういうの買ったので、まあどういうの、どんなのかちょっとわかんないですけど、可愛いじゃないですか。ほら絶対めいこちゃん喜ぶんじゃないかなとか思うんですけど、可愛いね、すごい可愛い。これちょっとじっと見てしまいますけれども、ごめんなさい。あとはまたこれですね、ミントグリーンというか、このマーガレットと、私の一番好きなお花マーガレットと、このリンゴ、リンゴの柄かわいい、これもかわいいですね。これとそれからこれもかわいいですよ。ほら女の子、これなんとかアイドルって書いてたんですけれども、この子なんかすごいなんかこうレトロ感感じませんか。ほら私だけこれね2柄になってるんですよ。ほらかわいい、かわいいでしょう。こういうかわいいですよね、この子。こういう格好ね、これなんていうのか、なんとかアイドルって書いてた、オトメチックアイドルって書いてますね。かわいい。これでねまた何かこうカラフルにね作っていきたいなと思うんですけれども、はい、メルカリで買ったのはこのくらいですね、生地はですね。ですごいかわいいのばかりで、最初ご紹介したこういうの、こういうのはちょっと大人っぽいというか変わった感じのレトロっぽさがあるかなと私は思うんですけど、こういうのねすごい可愛くて本当に作るのがワクワクしますね。めっちゃ楽しみです。あとは湯沢屋さん、湯沢屋さんではこの3種類、さっきもご紹介したんですけれども、このアデリアレトロというね、ここにも書いてますけれども、このこれチューリップじゃないんですよね、なんか名前がありました。ここね、アデリアレトロ、これのこの柄、チューリップのようなこの柄と、もうこれ使ってるんですよね、さっきのバッグで、なのでこう切っちゃってますけれども、この柄と、あとこれも少し使いました。これも可愛い、もうこれもなんか本当でこれのあれも、あ、これのとかあれのとかすいません、この柄のグラスを持ってます。申し訳ないです、これとかあれとか言っても分かんないですよね。はいこれね、これってこと、アデリアレトロさんのこの生地ですね。レトロって感じですよね。あとこれはまだ使ってないんですけれども、これも買いました。まだね、本当はたくさん何種類かあったみたいなんですけれども、もう残ってたのがこの3種類しかなかったんですよ、そのアデリアレトロさんの生地が。なのでこの3種類だけはちょっと欲しいなと思って今回買ってきましたけれども、今からねまたいろんなものに合わせてどんどんねこう使っていきたいなと思います。こんな感じですね、なんか本当かわいいですね。糸も好きですけど、生地もねワクワクしますよね、こう集めるというか見てたら。なので今から楽しみです。そしてあとはセリアさんで、まあ、いつもちょこちょこそのはぎれを買うんですけれども、セリアさんのはぎれはもうこのカットクロスのこれですね、サイズが 35×30cm のこのチェック柄、ジャンコードこちらですけれども、面が 75%、 麻が 25% のこれを1枚と、それからあとはこのまたちょっと可愛らしいお花のねカットクロス、黒猫ちゃんがついた、黒猫ちゃんがついてますけれども、ジャンコードがこちらで、これ 35cm×30cm、 面 100% のカットクロス、これを1枚、それからもうこれもね、上にちょっとこう縫い付けるのにいいかなと思って、このレースのようなこういう感じで、なんか
下にね、あの生地置いて一緒にね縫い付けて可愛いかなと思いまして、白とかが欲しかったんですけれども、今回なんか白っぽいのはなくて、このカットクロスの黒ですね、カラーレース35cm×30cm、 ポリエステル 100% で、ジャンコードがこちらです。これを買ってきました。結構使えますよね。あのセリアさんのカットクロスもすごい可愛くて私好きなので、ちょこ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 買いますけれども、結構使えますね。あとハンドメイドの材料レースとか、あれもすっごい可愛いので、後でちょっとねまたご紹介したいんですけれども、結構というかかなり買います。編み物する時にもね結構使ったりするので買ったりするんですけれども、とりあえず購入品はこういう感じで、こういう感じになってます。そしてあとはですね、あのさっきも言いましたけれども、ルネさんの生地ですね、あのプレゼントしていただいたルネさんの生地なんですけれども、私がルネさん好きですって言って、それでなんかあの送ってくださったんですけれども、すごい可愛いんですよこの生地ですね。さっき3つ作ってたじゃないですか。それがこの生地になります。この生地のこの女の子の部分だけをこう1枚ずつ切り取って、他のとこ貼り合わせてというか、そしてレースとかをねあの縫い付けて、それでバッグとさっきのね3点セットというか、あれを作ってます。これ可愛いでしょ。これ結構使ったんですけれども、まだかなりあって、これはまた何か作ってね、少しはこう残しておきたいんですけれども、これだけをねずっと残そうかなとは思ったんですけれども、せっかくこんな可愛い生地をいただいて、何か作らないとと思いまして、今更ですけれども、何か作って残したいなと思って今結構作ってます。生地は生地でね、あのある程度の大きさを残しておきたいと思います。これとそれからこれですね、これはもう使わないでこのまま取っておこうと思います。もうこのくらいしかないので、さっきのねバッグを作ったものです。これもまた可愛いでしょ、レトロ感があって、こういう女の子とか、なのでね、これももうこのまま、もうこれは使わないかな、使ってもこの端っこぐらいかな、この端のこの子ぐらいまで、ここぐらいまで、ここぐらいまで巾着か、ランチバッグか何かポーチか作って、こういう感じで大きさはね取っておきたいと思います。これはさっきお見せしたあのバッグね、作ったものになります。今ね生地を入れてるんですけれども、これも可愛いので取っておきます。あとはこれもですね、これまだ全然使ってないので、これこう柄っぽく見えますけれども、ちゃんとルネさんのお顔がねここにこう入ってるんですけれども、これはねまだ使ってないです。だから今からまたね何か使っていきたいなと思うんですけど、可愛いでしょう。だから、ね、これすごい可愛いので、これも使ってある程度のね大きさをまたコレクションとして取っておきたいと思ってます。あとこれですね、これも可愛いんですよ。渋くて、これも渋くて可愛いですよ。ほらね、ブラウン系で可愛い。これも結構大きいので、ちょっと大人っぽくというか、何か作ってですね、結構ありますので色作れると思うので、結構ね大人っぽく作れるんじゃないかなと思います。色的にも、これもなんか色違いとこもあるみたいなんですけれども、ブラウンのこれをね何か作ってまたお見せできたらいいなと思ってます。でね、少しだけね残しておきたいなと思います。でもそんなに作ってね置くとこあるんかいって感じですけれども、いやでもコレクション入れというか、そういうところをこう作りたいのでそんなの作ってどうするんってまた言われそうですけれども、旦那さんとかから。でもね、あのまあこれが私の楽しみなのでね、なのでね、おもちゃみたいなものとかもいっぱいいつもね見てくださってる方は私言ってるので分かってくれると思うんですけれども、もう私が集めているもの、おもちゃみたいなものとかもいっぱいあるので、そういうのとね一緒に大事に取っておきたいなと思います。で、まあ人それぞれねあると思うんですけれども、私はこういうのが好きなので、こういうのね一応ね作って
直してまた生地も少し残して、またこれはこれでコレクションにして置いておきたいと思います。あとですね、生地とか糸の紹介はもう終わりなんですけれども、柄合わせというか、もう今ね、買ったものは全部ご紹介して、ルデさんの生地もご紹介したんですけれども、ちょっと違う角度でご紹介しようかな。これは、はい、今ですね、家にある端切れというかこういう感じで置いてるんですけれども、まあ、本当にこの中とかはもうパッチワーク風にするので、ちょっとしたものでもこう取ってるんですよ。好きな柄はこんな感じで、もう本当にそんなの取っとってどうするみたいなのもあるんですけれども、こういうのとかでもこうさくらんぼで可愛いし、もうちょこっとでもね、こんな四角に切って縫い合わせたりするんですよ、私。変な趣味と言ったらあれですけれども、なのでこんなもう本当の端切れ、もうそれ縫うとみたいな感じですけど、こういうのもねすごい気に入ってるんですけど、今ないんですよね。だから今もう売ってないんですよ。湯沢屋さんに前あったんですけど、また出たのかな。最近行った時もまあなかったんですけれども、ずっとなかったんですよ。だいぶ前に買ったものなんですけれども、すごい可愛いイチゴ柄で、もうこれくらいかな、まだ少しあるんかな、わかんないけど、もうちょこっとでも撮ってます、こんな感じで。そしてこの中から、どうかな、柄合わせと言っても本当になんか全然合わないだろうなみたいなものとかも合わせるので、何の参考にもならないと思うんですけれども、だってこういうのとかこういうのも合わせたりしますもん。あ、でもそっか、合わせたりするって言ってもなんとなく色がこう入ってるから合うかなぐらいの感じで合わせたりしてます。どっちかのこうどうかな、でもその時次第なので本当に何とも言えないです。私が作ったバッグ、前にも多分ご紹介してると思うんですけど、本当に統一感がないんですよ。だから柄を合わせてるっていうよりは、そこら辺にある生地をこう並べて勝手にやってるって感じなので、何とも言えないんですよ。全然参考になってないでしょ、申し訳ないです。でも本当なんですよね。で、さっきのこのルネさんの生地も、まあ、ここら辺切れちゃってますけれども、これはこれで、もうちょっと下をこう、もう顔だけでも使おうと思って大事に取ってます。もうとにかく生地は本当に大事に取ってます。あんまり捨てません。こういうのも、こういうのも取ってます。なんかに使えるかなぐらいの感じで。なので、まあ、こういうのとね、また何かをこう縫い合わせて、ちょっとした小物とかを作っていくと思うんですけれども、本当ごめんなさい。何の、あれにもならないですね。ただ、ここら辺はね、大きい端切れになりますけれども、まあ、キャラクターものというか、これは、何に使ったかも相当前のものなんでわかんないんですけど、あとこういう文化人形柄とかも、もう全部ね、このレトロアニマルとかも、このセリアさんで買ったものとか、プレゼントでいただいた、レトロアニマル好きなので結構プレゼントでいただいたんですよ、前に。だからこういうのたくさんあって、こういうのはね、ほんとめいこちゃんとかに押し付けてる感じですね。なんか申し訳ないです。編み物とかももうほんと押し付けまくってますからね。あとね、こういうのも可愛いのでね、こういう感じで撮ってますけれども、見せてくださいっていうのもあったので、あとこういうのも好きです。ちょっとこう派手派手な、これなんかイベントで買った、飲みの市かなんかで買ったんですけれども、こういうのもね結構撮ってます。あとはこのいちごとかトマトとかリンゴとか、こういうのもね、ここら辺は結構大きめのものがあるので撮ってます。ドット柄とか、このチェック柄とか、これダイソーさんで買ったチェックだと思うんですけど、これでも結構使うのでこういう風にね撮ってます。どうしてますかっていうのもいただいたので、まあ、柄合わせはちょっと本当に何と言っていいかわからないんで、参考にならないで申し訳ないです。本当にごめんなさい。なんか合わないものでもこう勝手に合わせてるっていうところがあるので、こういうのもだって合わないと思いません？普通なんかあんまり この生地とこの
この感じとか、え、そんなの合わせるんって感じじゃないですか。どうですか。私合わせたんですけど。だからなんかでも自分ではレトロ感でどうやんとか思って、めっちゃ自己満足してるんですけど。インスタとかでもこれレトロ感出まくってませんかみたいな。私ツイッターをしてないので、よくインスタのストーリーで結構つぶやいたりするんですけど、バカなことばっかりつぶやいてますけれども、はい、こんな感じで、なんか合わないようなものとかも合わせるので、なんとも言えないというかですね、なんとも参考にな、ごめんなさい、ちょっとこれが、なんとも参考にならないので申し訳ないんですけれども、合わないようなものも合わせてるって感じです。はい、どうでしょうか。皆さんだったら絶対合わせない感じですか。でもね、やっぱりなんとなくこう色がこうあるものを合わせるのかなっていうのもありますけれども、ここら辺はね難しいですね。参考にならずに申し訳ないです。あとこれはですね、これが、ダイソーさんじゃない、結構ダイソーさんも買えますけど、セリアさんのハンドメイド材料になるんですけれども、こういうのとかもうレースとかもですけれども、もう使ったものもたくさんあるんですけど、こういうのを生地に合わせて、さっきも言いましたけれども生地の2枚重ねにしてですね、そして、コラージュっぽく、コラージュって言うかどうかわからんけど、コラージュっぽくして、なんかこうちょっと雰囲気変えたりとかするのが好きです。なのでさっきのこのバッグもですけれども、このね、こういうところですね、こういうところをこう縫い付けたりですね、ここら辺にもこうちょこっと縫い付けてるんですけれども、こういうのとか、これは手芸屋さんで買ったレースなんですけれども、これも少しずつ切って、これはセリアさんか、これはセリアさんなんですけれども、こういうの、こういうのね、セリアのさっきの黒いハギレを買ってたじゃないですか。それの違うバージョンなんですけれども、こういうのをチェックの、これチェックじゃないですけれども、こういう生地、黒っぽい生地だと思ってくださいね。この上からこういう風に2枚重ねにして、そして合わせてるって、そういう感じで使ったりします。どうやって使われてるんですかって言われますけれども、そういう感じでね、使ってます。これ1枚で使うのは厳しいので、こっちが表か。なので、これにこう、2枚重ねにして、また縫い合わせるみたいな。ただ少し雰囲気が、これはあれですけど、黒の、普通の黒っぽい生地でも、無地の生地でも、ちょっとこう雰囲気変わるじゃないですか。ちょっと無地でしてみたいんですけれども、あるかな。とりあえずここでしてみましょうか。こういう黒っぽい生地でも、これをこう縫い合わせるだけでね、だけででって、ね、こんな感じでこう真っ黒だと思ってくださいね。ここが真っ黒でも、これちょっと縫い合わせるだけでこう雰囲気変わってくるので、そういう風にして使ってます。こう偉そうにね、言えるようなことではないんですけれども、どんな感じで使ってますかっていうことをね、少し聞かれることがあるので、今回ね、ちょうど生地とかの購入品とかもご紹介したかったので、ここでねちょっとお話ししようかなと思ってしています。はい、こんなんですね。こういうのを結構使えますよ。これ使える、セリアさんのこういうハギレはすごくね使えるし、こういうレースもすっごい使えます。偉そうに言ったらおかしいけど、おかしいけどっていうかあれですけど、本当に使えますよ。ちょっとこう縫い付けたら全然雰囲気変わるので、これがそうなんですよね。これが本当全然雰囲気違うんですよ。ここにほらこういうのを縫い付けてるだけで全く違うと思います、雰囲気が。こっちもですけれども、これね、ここですね、ここにこれを縫い付けてます。ここはこれを2枚重ねにしました。こんな感じで2枚重ねにして、そして他の生地とね、こう縫い付けてしてます。こういった感じ。
ちょっと暗いですね。申し訳ないです。ちょっとね、撮るところが、動画を撮っている場所が違うので、ちょっと暗っぽいですけれども、暗っぽいというか暗いですけれども、見にくかったらごめんなさい。こういう感じでね、作ってます、使ってます。他は別に なんてお話しすることはないかな。中華っていうか、話したことが全然参考になってないですけれども、とりあえず、まあ、こういう感じでしてますっていうのをね、ちょっとお話ししたかったので、動画を撮りました。これすごく使えるので、皆さんももし、縫い物もね、好きだよっていう方がいらしたら、こんなには買わないと思うんですけれども、すごく使えます、本当に。レースをつけた上から、こういうテープをね、こういうレースでも、これダイソーさんだと思うんですけれども、こういうレースでも上の方がこう、ちょっとこう汚いなと思うじゃないですか。ちょっと見えにくいですけれども、その上からこういうテープをね、こう縫い、めんどくさいですけれども、こういうテープこう縫い付けたらすごくね、可愛くなるので、いいんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。あ、そっか。それ、そういうのしたバッグをメイコちゃんにちょっとプレゼントしたので、今手元にないんですけれども、そういう使い方もしてます。ですね。こういうテープを、お花のね、こんなテープを買っておいて、レースの上から縫い付けるみたいな。ですね。そういう感じかな。うん。それのね、バッグが今ないんですよね。だから、ここでちょっとお見せできないですけれども、使い方としてはそんな使い方を一応しています。でね、いつもこうやって撮ってるんですけれども、ちょっと生地がね、少し増えたので、またね、この中に入れて、ね、縫い物を楽しみたいと思うんですけれども、ちょっとお話ですけれども、モチーフ、後でちょっとまた見ていただきたいんですけど、クッションカバーとか、あと大物、ブランケットとか、いろんなね、アドバイスをこの間いただきました。相談に乗ってくださいという動画を出したんですけれども。で、そこまでめちゃくちゃ進んでないんですけれども、縫い物しているので、でもちょこちょこ編んでるんですよね。それで、クッションカバーをまず思ったんですけど、ご意見があったんですけど、クッションカバーはやっぱり裏が、見えないのでもったいないですっていうご意見があって、あ、そっかと思って。裏はグラニースクエアとかに普通の編み方でした方がいいなって本当に思ったんですよ。クッションカバーもすごくこうした時に可愛かったんですけれども。なのでもう今回は、まあ、いつになるかわかんないけど、ナップサックとかどうですかっていうご意見とかもね、いろいろあって本当にね、勉強になったんですけれども、とりあえず今回はちょっと少しずつでも時間があるときに少しずつでも編んで、まあ来年になるかもわかんないんですけど、本当に大きいもの、大きなね、ベッドカバーじゃないけど、そういうのをちょっと編んでみようかなと。今まで編んでないので、そういうのにね、チャレンジしてみようかなと思ってます。本当にね、ご相談に乗っていただきありがとうございました。もうたくさんのね、コメントいただいて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。なので、後で少しだけね、進んでるっていうか、あんまり進んでないんですけど、見ていただこうかなと思います。はい、今はですね、まあちょっと遠目ではないので、見づらいですけれども、ここまでですね、何枚かな ?2、4、6。24枚。24枚しかまだつなげてないんですけれども、まだまだ先になりますけれども、こういう感じで作ってます。なのでね、いつになるかちょっとわからないですけれども、ぼちぼち楽しみながら編めていけたらいいなと思ってます。色もね、いろんな色があって、すごい可愛いので、またね、少しずつ進んでいって、ちょっと変わり映えしたら、またお見せするみたいな感じで、見ていただけたらいいなと思ってます。今日もね、こんな生地のね、ご紹介になりましたけれども、すごい可愛い生地をたくさん買いましたので、皆さんにも本当に見ていただきたくて、あとは、その柄合わせは全然、お役に立てなかったですけれども、色合わせも、系統をですね、
机の上にボーンと全部全種類置いて、もうそこからなんかもう勝手に選んでるって感じなので、なんかそんなどうやってっていうことを偉そうに言えるあれではないんですよね。ごめんなさい。だから本当に参考にならないですね。申し訳ないですけれども、うん、そんな感じでね、テーブルに置いてこう選んでるって感じです。柄合わせもさっき言った通りですけれども、あとハンドメイドのね材料はまあそういう、さっきもこれも言いましたけれども、あんな感じで使ってます。だから本当なんか役に立てなくて申し訳ないですけれども、とりあえずね今日は記事の紹介とかをしましたので、そういうのも一緒にやってみたいなと思いまして動画を撮ってます。今ね本当にミシンが楽しくてしょうがないんですよねって、ミシンがちょっと壊れかけてって、うん、本当に分解して掃除とかしてそれでも治らなくて、それこそまたちょっと長くなるので飛ばしてくださいね。でインスタのストーリーでつぶやいたんですよ、ミシンが壊れたって。そしたら親切な方が糸と針を変えてみたらどうですかって、そしたら治る可能性もありますよっていうことで教えてくださって、でも100均の糸と針ではない方がいいと思いますっていうことを言われてて、もう速攻次の日に湯沢屋さんに行ってですね、糸と針を買ってきました。そして変えてみたら本当に普通の、もう本当に普通のこのねバッグとかを普通のね普通の縫い方しかできないんですけれども、ギャザーミシンとかはね全然なんかまだダメなんですよ。私なんでミシンがしたかったかって言ったら、スカートが作りたかったんですよね。だからギャザーを入れるのにギャザーミシンをしてたら全然言うこと聞いてくれなくて、それで一応分解して掃除したりしたんですけれども、まあ、もともとあんまりもう寿命なのかな、そんなに高くないミシンなのでもう10年ぐらいになりますので、もう寿命なのかなと思ったんですけれども、その方が言われてたので糸と針を変えてみたら、こういうねバッグとか縫う分は全然まだ頑張ってくれるんですよ。たまにね下糸がガラガラってこう絡まったりするんですけれども、上糸のねセットをし直したりしたらかろうじてまた動いてくれてるのでそれでねミシンもまだまだ頑張ってくれてるので、今はねこう縫い物もしたいなと思ってるんですけれども、でね生地もねたくさん可愛いのがなんかこう目についてきてですね、どんどんルネさんのこれもコレクション、生地だけをコレクションにするのではなくて何かを作ってね残しておこうかなと思いまして、今ミシンをしてるんで、編み物もしたいんですけれども、もうしたいことがたくさんあって本当にもう追いつかない感じですね。出かけたいし、息子は帰ってくるし嬉しいけど、あと出かけるのも出かけたいし、編み物はしたいし、縫い物はしたいしみたいな、もう本当にしたいことがたくさんあって、時間が足りない感じです。今ね夜とかもいろいろしてるんですけれども全然足りてない。だからモチーフもまだまだ編みたいんですけれども、まあ一日に1枚は全然今編めてない感じですね。縫い物をしてるので、なのでお正月とかは、まあ、編み物もしながら、実家に行ったら ミシンできないので編み物したりとかしながら、まあ、ゆっくりね楽しみたいとは思うんですけれども、今日は、こんな感じで質問に答えてないですけど質問には答えれませんでしたけれども、まあ、とりあえずこんな感じですっていうのを動画にしてみました。柄合わせは本当にその中に入っている色、皆さんそうだと思う、洋服とかもそうだと思うんですけれども、ガラガラしてても多分その中に入っている色を一色、まあ、こういうのでもガラガラしてるけどこの中に黄色が入ってるので黄色と合わせたり、これはちょっとガラガラっぽいのであれですけど黄色と合わせたりとか多分皆さんされてると思うんですけれども、そういうことも私しますし、あとさっきのバッグ何回も言いますけれども、さっきのバッグみたいに全然なんかこう合わないような生地もこう合わせたりするので何とも言えないんですけれどもね、少しでもなんかこうちょっとでもああそうかって思ってもらえたらよかったかなと思います。糸はとりあえずバッとテーブルにバッと
10玉10色ぐらい並べて、これとこれとこれかなみたいな。もう頭の中で自分勝手に考えているので何とも言えないです。色合わせとかはね、何とも言えないですけれども、ご質問ね、いただいてすごい嬉しかったです。インスタの方とか YouTube の方でもね、コメントでいただくんですけど、インスタの方とかでもね、結構どうしてるんですかみたいなことをいただくので、いつかねお話したいなと思ってたんですけど、全然役に立たないお話で申し訳ありませんでした。笑い事じゃないんですけれども、本当申し訳ないです。でも今日はね、ちょっとお話ししてみました。今日は編み物もしてないし、縫い物もしてないんですけれども、まあ、とりあえずできたもののご紹介、これコレクションです、自分用ですね、自分用のコレクションのご紹介と、まあ、こういう風に縫ってますよっていうこのご紹介と、あとは、購入品紹介、購入品紹介ですね、糸と生地ですね、糸は一玉しかありませんでしたけれども、糸と生地の購入品紹介と、あとはハンドメイドの材料をどういう風に使ってるかをね、ちょっとお話してみました。長くなりましたけれども、まあ、ちょっとだけ並べて終わりたいと思います。こういう感じでなんか机の上がいっぱいになって、今日は撮ってるところが違いますので、全然なんか暗い感じですけれども、本当申し訳ありませんでした。次は絶対に何か作りたいと思いますので、またね、お時間ありましたっていうか、ぜひ遊びに来てください。今日も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。